なんて。最強すぎないか。このパークだけでも、勝てるよっていうのを、お見せできればなと思います。共鳴は、今までは何パーセントだ ?30%、25%。だったのが 20% になったのかな確か。とにかく弱くなったと。この共鳴とイタチはね。僕しか使ってない。いや、もう今後は、もうこのパークが流行っていくと思うよ。うん。だって共通パークだよ。誰でも使えるからね。BP 振れば。しかも一度も弱体化されない。結局、遅延パークって、いつかは弱体化される。その弱体化された時に対応できるかできないか、なんですよ。そのキラーが。だからまずそれに頼らず、遅延っていうのは最初からデフォルトであるこの発電機を蹴るっていう遅延だけすれば十分なんで、5回必ず発動する。発電機回ったら必ず発動するこの象のささやきをつければ、どんな試合でも自分の実力でしっかりと試合を崩せるといった、こういうことですよ。ほらほら、もう最強じゃないこのパーク。新時代来ちゃいました。これ。5秒間も見えますからね、5秒間も。しかも、全部の発電機がついたら、10秒間見えるんだよ。このパークをつければ、まずこう発電機ついた後一発やれるっていうメリットがあって、でそうすると、負傷増えるじゃないですか。でそしたら勝手に、もうヒールの遅延ができるわけですよ。そうなると、このデフォルトの発電機を蹴るっていう遅延と、負傷をばらまいてヒールする遅延ができるというわけです。まあ、あとはキャンプだったり、トンネルだったり、そういった、立ち回りでなんとかする。共鳴とかがいつ弱体化されてもやっぱおかしくないんですよ。いい最強、こういうことですよ。共鳴いらないいらない、もうイタチいらないいらないいらない、ゾウいるいるいる、だって弱体化されないんだもん。しかも共通パーク、ゾウを2回しか使ってない。いやでもゾウの回数が減れば減るほど発電機は回ってないってことになるから、発電機が回れば、そのメリットとして憎悪が発動するっていうだけですから、まず発電機回らないっていうのが一番いいです。おお、これ回るか。なるほど。ただこれ憎悪のおかげで位置把握できてるので、まあ崩せると。今のも憎悪がなかったら、一人は小屋の角で救助待機してて、一人はゲート行ってるっていうのが分かんなかったから、はい、憎悪が強いです。